ここからはなんと丸々トーク後編でございますよ。やるんだ、やったー、イエーイ、イエーイ。ある意味ここがちょっとフリートークなんですよ、後半は。あら、はい、いいんだ、はい、大丈夫なんですか3分。大丈夫です。あ、っていうかむしろお二人は大丈夫ですか。全然大丈夫ですよ。私もまあ大丈夫です。少しだけじゃあ、はい、ここからの話で言うのは、聞きたいのはもうこの VTuber 戦国時代を生き抜くのは、生き抜くのは例えばですけどモデルケースですね、神楽さんをケースにして、はい、広田さんいろんな VTuber さん見てたりとか、いろんなこう、はい、そうですね、そうですね、栄子先生見てたと思うので、はいはいはい、どういうことをやると神楽さんもっともっと今よりも、はい、より人気者になるかだったりとか、なんかやっぱ人気になってる人って結構やっぱ見た目とのギャップがすごい人っていうのがやっぱり一つきっかけを作ってるんですよね。見た目のギャップ、ギャップ、はい、だから愛ちゃんとかもやっぱ可愛いし、はい、か結構キャピキャピやってるんですけど、はい、ホラーゲームとかやらせるとキャーとかこうすげえ叫び声を上げるし、 あとなんかババアぶっ殺すとこうなんか違うババアぶっまで言いかけてとか、あとなんか、はい、F ワードとかをこう言ってしまったり で、ね、で海外で超流行ったりとか、その可愛さとのギャップがなんか、うん、何かあった時にこう出て、でそこで火がつくみたいなのがあったりするんですよね。ルナちゃんとか、あのかぐやルナちゃんってあの、はい、まあ、なんて言えばいいんでしょうね、かぐやルナちゃん、まあ、僕はニュース見ましたよ、はい、カップ麺かなんかをパコーン、あ、そうそうそうやルナちゃんもやっぱり可愛いキャラクターなんだけど、はい、なんかすげえノリツッコミだし、そうですね、ちょっとガラ笑い喋り方の時もあったりとか、うんうん、なんかそのやっぱりギャップが面白いっていう、ノジャルリおじさんとかもまさにそれで、そうですね、もうキツネ娘なんだけど、もうすげえ声が男性だし、喋ってる内容日常だし、そう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 、コンビニの世知辛い店員の話とかして、はい、もうめちゃくちゃ面白いじゃんみたいなあ、そうだ、それで言うと僕のギャップなんですよ。バーチャルおばあちゃんいるじゃないですか。あ、バーチャルおばあちゃん、はい、めっちゃ好きです私。僕あの人の前世から知ってるんだあの人は大好きで、それがついに来たかと。そう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 、はい、あの人はずるいですね。そうなんです、そうなんです、だからニコニコの文化でももともとやっぱりほら止め、まあ、一枚絵で、はい、そのなんだろう、キャラクターを作って、はい、でそこでなんか声を当てたりみたいなのって結構あったじゃないですか、はい、で両生類の人とかもいて、うん、男なんだけども女の声も出せたりとか、うん、まあ、だからリョーランさんとかそうですね、百花竜さんまさに、ああいうのキャラを作ってたのが、だからキャラクターとしてキャラの見た目を作れて、はい、より人間の体ってほら改造しようとか改造とか言っちゃいけないですまあ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 、バージョンアップとか言いますよね。でもバージョンアップですね、はい、バージョンアップしようと思ってもやっぱ限度がある、はい、でもまあバーチャルの体ならそう何にもなれるわけで、はい、だってバーチャルゴリラさんとかもね、あ、いらっしゃいますし、馬もいれば首だけ上ですよ、はい、何にもなれるっていう、はい、自分のなりたいものに何でもなれるってところがやっぱバーチャル、あ、まあ、あとそこは見た目とのギャップをどうやるかっていう、ところですね。まあ、それで言うと、はい、バビ肉ってわかりますかね。あ、はいはい、バッチャル美少女ジュニクという、はい、あれもすごい文化でですね、ですね、これも3時間ぐらい語れるんですけどそんなにバーチャル美少女ジュニクめちゃくちゃすごいんですよ。何がすごいかっていうと、クリエイターが団体で女のキャラクターまで全部演じてしまうっていうのが、一人でやってしまうっていうのが本当そこがすごいところで、あれなんです、今までやっぱりキャラクター作るって言っていろいろな方々の担当が分かれてたじゃないですか、はい、でイラストレーターさんが自分のこういうこの子はこういう子なんだみたいなので描いた絵とかも作ったとしてもやっぱ自分が演じるってのは結構難しかったんですよ、うん、でもそれをボイチェーンを使ってなんかキャラの動きも自分でやって、でまあさらに実況までやっちゃうみたいな、でコミュニケーションまでやっちゃうみたいな世界観みたいなのを作って、いやーこれすごいみたいな。だから初音ミクによって DTM で女性ボーカル使わないでもうカンパケ作曲家が一人で作れるような、そうですね、昔で言うとハチさん、今で言うヨネスさんとか、そうなんです、ヨネスさんとか声を使える、楽器の一部として使っていたの、今でも自分のアバターとして、そうなんです、だからもしかしたら米津さんみたいな、はい、人がバビ肉の中から出てくる知れない、未来のクリエイターが本当にこの中レモン歌える人が出てくるんですか。いやだから、マツコさんみたいな感じで分かんないですけど、確かに、ね、すげえトーク上手いし、うんうん、で女の子の心も分かるしみたいな、はい、キャラクターとしてもしかしたら出てくるかもしれない。そうなってくると重要なのはそのギャップっていうのと、う、ね、トーク力、トーク力もそうですね、おトーク力もそうです。あと、まあ、あとちょっと最近やっぱり見た目がアニメの子たちが本当多いので、はい、それを外すのも、そう、外すのもまあいいんじゃないかなってもちょっと。ナメクジの方が良かったんじゃないですか。いや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 
いややめてくださいよ、もう私このナメクジめちゃくちゃゲーム実況うまいぞみたいな、早く人間になりたいって思ったんですよ、規制するぞみたいな決めゼリフだね、決めゼリフ、決めゼリフ結構多いですかね皆さん、決めゼリフ、決めゼリフ、まあでもちょっとなんか一回ナメクジに戻ってみる、見るのは踊れます、わかんない、あやちゃんどうしたの今日みたいな、今日ナメクジもうちょっと骨がなくなっちゃったみたいな、骨がなくなっちゃって疲れちゃったわみたいな感じでやる気ないですみたいな、そう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 、はいどう思うとかね、あそうか、あいちゃんのはいどう思うみたいな、この一言聞くだけで誰か分かるって大事ですね、確かにそれ何も考えてなかった、私は結構これは僕は逆に普通のいわゆる YouTuber さんの視点ですけど、うんうんうん、やっぱ YouTuber さんも上の人たち持ってるんですよね、ありますよね、このフレーズっていうとやっぱりこの人っていうのがすぐにリンクするっていう、うん、それ大事かもしれないですね、はいはい、ちょっと考えてみます、ぜひ、ありがとうございます、アドバイス、なんかあのピンチになるとナメクジになっていただくとか、ああちょっと考えてきますね、何人集まれなかったらナメクジみたいな変身ってできるんですか、そのなんか変身は、まあ、やろうと思えば多分できるんじゃないですかね、そうなんだ、はい、あとはあの稼働量でもどうなんですか、なんかその、はい、機能的にどんどんスペックアップしていった方がやっぱり人気になりやすいとかあるんですか、やっぱりあんまそうか、あんまそれは関係ないですか、なんかめちゃめちゃヌルヌル動いたらすげーとか、あーなんか衣装変わったりすると結構、うんうん、あ衣装、私あのハロウィンやったじゃないですか去年、ハロウィン衣装に着替えた時があったんですよ、実は、はい、それで結構なんか受けて評判が良かったです、あそうか、はい、でもね、バーチャル YouTuber さんの衣装変えるの結構大変なんですよ、あそうなんですか、であの 2D の人はまだ変えやすいんですけど 3D になるともう 3D を手入れるのが超大変なんで、裏から横から全部整えないといけないんだ、はい、はー、うん、服は納得とか、はい、服は大事だと思います、なんか冬用の衣装とか夏用の衣装とかでチェンジする方も結構いらっしゃるので、うん、VTuber の方って確かに、はい、あ季節感あった方が確かに、はい、あの親近感湧きますよね、はい、ちょっと夏服もちょっと着替えようかなと思ってるんですよね、ほら、はい、お、はい、あるので、ぜひぜひ夏お楽しみにってことで、あ確かに、はい、もうあと4ヶ月ぐらい全然、ね、もうちょいかな、はい、そうです4ヶ月ぐらい、早いです ね、 ね早いけど、はい、他に何かあったりするんですか、なんかこういうテクニック使ってますみたいな、あでもまああとなんだろう、市場だから別のところを狙うとかもありなんじゃないかなって、あ、まあ、最近だからあのインスタグラムとかで、はい、あのミケイラちゃんっていう結構有名な子がいるんですけど、はい、あのまあ、バーチャルインスタグラマーみたいな形で、はい、ちょっとそばかすな感じのおしゃれな女の子で、そばかすみたいな、ちょっとミケイラちゃん出るかな、ここ、あじゃあじゃあこれさせていただいて、よいしょ、あちょっともう、はい、人のところの記事になっちゃうけど、あの一旦あの OK 出るまでは画面出さないで、でヒロさん OK いただければ画面出します、ちょっと待ってください、はい大丈夫です、ゆっくりで、ミケイラちゃんみんな知ってるのかな、神楽さん知ってますミケイラちゃん、いや全然知らないです、初めて聞きました、気になる、ちなみになんか交流とかってあるんですか、その VTuber さん同士って、あ、まあ、結構あるんですけど、まあはい、がっつりすごい仲いいって方はちょっとあまりいないかもしれないです、なんかコラボでなんか一緒にバーってやって盛り上がって、まあ、マージャンする VTuber の方とは結構、まあ、Google の画像検索の結果になっちゃいますけど、なるほど、あじゃあごめんなさい、画面の方行きましょうか、はいミケイラちゃん、へえ、こんな感じでリアル、リアル系なんですよね、だから全然我々が想像してる、はい、バーチャル YouTuber とルックスが違うっていう、全然、まあ、だから違う、なんでしょう、北米版初音ミクみたいな、そうですね、若臭いというかちょっとゴリッとしてますね、でも多分ワールドワイドで見てどっちが受けるかっていうと、はい、アニメルックスよりはこっちの方が多分ね、あ市場が大きいのかなって気がするんですよ、すごい、そうですね、だから多分あの、はい、神楽さんも泣きの竜みたいなすごい渋い劇画調渋くなっちゃいますまあでも唯一無二はすごいですよね、劇画タッチ VTuber いないんでまだ、ああで、いじりがいある、背中透けてるぜって言ってマージャンできるしマージャンできるし、あのザワ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 ダメかもしれないけど、でもあの先生首あのあれですよ、どうかしかけないですよね、へえ、あでも確かにありですね、やっぱり、そうですね、面白い、そっか、もうアニメキャラクターは確かにもう増えすぎている、そうそうそう、うん、とするとまあ受け入れられて、かつ何かあの違うテイストも取り入れるのは確かにそうですね、はい、そうですね、はあ、ちょっと衝撃受けました、はい、これは確かにミケイラちゃん、はい、で確かにおっしゃる通りで、そのはい、もともとその YouTuber 日本
YouTube ジャパンと YouTube 全国、うん、まあ、世界、はい、英語圏という、はいはいはい、一桁違うんですよ。そうですよね。で例えばですけど、日本でトップ YouTuber さんのチャンネル登録数ってやっぱり800万とか、うん、そのぐらいの数字なんですけども、うん、あの世界一のじゃあ、うん、個人 YouTuber さん、うん、ピューディーパイさんというのが8000万ぐらいいるんですよね。8000万、はい、登録者数がすごい。いや本当そうそうなんですよ。だから単純に同じアニメのアニメ調の絵でも、うん、アニメ調の絵が好きな人たちってワールドワイドにいっぱいいるんですよ、はい、でそういう人たちに対してちゃんと海外に対して発信できるようになれば、うん、でそういう人たちがバーチャル市場を理解してくれれば単純に市場って10倍になるはずなんですよね、うん、すごいすごい。でしかもあの、でも日本の YouTuber さんに僕らおすすめしない理由があって、やっぱり言葉がネイティブじゃないじゃないですか。そうですね、だから勝てないんですよ、うん、で確かに規模が10倍ってことはライバルも10倍いるはずなんで、うん、ところが VTuber は今のところ多分いないはずなんです。いない日本初の文化だから、これ結構いいかもしれない、いいかもしんない、いいかもしれない。だから愛ちゃんも実は半分ぐらいが海外のファンっていう話がちょっと1年前ぐらいの話なんですけど、今ちょっとどうなのか分かんないですけど、やっぱりあって、そうか、確かに多言語の翻訳ついてますもんね。そうなんです。自分がインタビューした時とかは韓国で超流行ってて、コメントがもうハングルしかならないすげえな愛ちゃんとか。いやすごいいい話。だから市場を超えるような何か、はい、麻雀でも中国ね行けますね。進出します。中国麻雀やっちゃいます。中国の人たちと麻雀打てば、はい、あの言語いらないじゃないですか、うん、ゲームが。あでもルール違うんでしたっけ。中国と日本ってルール違うんですよ全然。そうなんですか。そうらしいんですよ。マジですか、はい、あの海外によってルール全然違います多分。はあ。中国は、はい、あの日本の、ま、役っていうのを、はい、あのなんか組み合わせてゲームするのが麻雀なんですけど、はいはい、中国は日本の 倍以上倍とか聞いたことあります。だからもう日本だとメジャーだけど、はい、海外だとローカルな役とかあるんですか。国士無双とかは。あります。大丈夫、はい。おー、なんかチートイツやかなんかアメリカの役ってなんか噂で聞いた。チートイツアメリカの役なんですか。なんか国旗の星あ数かを、なんかそういう風に聞いた噂には聞いたけど、本当かどうかわからないなんかそんな感じに、ね、はいですね。結構確かに中国の麻雀と日本の麻雀違うってことだけはどっかで知りました。はい、はい、ぜひだから劇画タッチでね、行ってほしいですよね。劇画タッチで行ってほしいのか分かんないけど、まあ、もしくはあのすごいとんがらしていあやちゃん今日すごいわみたいな、すごいな、あごすごいなみたいなはい、行ってほしいな、はい、さあ他なんか逆、せっかくなんで、はい、あの清田さんとも多分、はい、お話しする機会っていうのはなかなか貴重な体験だと思う。田村さんから質問ないですか。どうしよう、うん、これからこれから VTuber でどんどんぐんぐん行くのかなとか、はい、そういうどうなっていくかっていうのを聞いてもいいですか。はい、誰もわからないと思いますとか言ってくれてすいません、なんかどう思ってるのかなってでも、うん、なんかやっぱり今年うちでもイベント結構やってるんですけど、はい、やっぱ熱気、ファンの熱気がすごいんですよ。そうですよね。そうなんです。とにかくやっぱりすごくて、だから多分、はい、それがニコニコのやっぱり初期にすごい近い感じっていうの、10年前のまさにあれに近いのを感じてて、はいはい、多分10年後これぐらいの大きな市場になってるんじゃないかなっていうのはちょっと思うところはあるんですよね。そのタレントとして行く道もそうですし、ネットのタレントとしてやっていく人たちも多分多いでしょうし、まあ、はい、アバターの体としてそのお金とか関係なくやる人たちもいますでしょうし、なんかもうちょっと定義としては、はい、なかなかね、なんかバーチャル YouTuber っていうのが多分バーチャル YouTuber です、すら言わなくなるかもしれないですね。アバターみたいな、アバターの人たちみたいな、そうそう、当たり前になると思うんですよ。だから別にヒゲさんが美少女やってもいいわけですし。マジっすか。全然こんな声ですよ。でもいやいや、ヒゲさんイケボじゃないですか。ありですよ、ありですよ。イケボ美少女でこうイケボ美少女ってもよくわかんないけど、イケボ美少女重要だ。ありなんですか。全然全然ありです。手伝ってもらえる。それはだからヒゲ親父の丸々部屋が次からもう、はい、あのバーチャルになっちゃう。マジで。あの俺のアバター使っていいんで。いやいやこれじゃない。さっき美少女どこ行ったの。美少女はおっさん VTuber のままじゃないですかしかも別のおっさんになってるだけでも実際に女性のアバターで男性の声の方って結構いらっしゃるんですよね。そうそうそう、いるんですよ、いるんですよ。バビ肉の方の中でも声は男性のままっていう方もいらっしゃるし、いるんです別に、はい、でもなんかめちゃめちゃ人気あるのってやっぱ女性 VTuber さんじゃないですか。そうですね、可愛くて声も可愛い。だから市場がそこしか今ないんですけども、多分それは広げられて、うん、そのやっぱ女性向け VTuber も多分もっともっとあの人気が出てくると思うんですよね。 そこが難しいのがですね、結構 2.5 次元の舞台自体が、はい、成立してて、そうだなんかね、そこと結構
多分ガチで競合してるんじゃないのかなみたいな。ちょうどパノラさんのニュースで見ましたけど、ジャニーズも、はい、ジャニーズさんも今日びっくりしました。参入しましたよね、なにわ男子が。はい、はーと思って、すごいなと思いました。でもそこもまあ市場、女性もなんか面白さに気づいてくれたら、はい、女性の方が結構リアルイベントに来てくれたりとか、うんうん、ファンがすげえきちんと支えてくれるんですよね、うん、だからもっとそれで単純にだって今多分男性 9割ぐらいだと思うんですよ、ファンって。ああ、ファン層が、はい、ファン層が。でそれが女性が入ってくるだけで2倍になるじゃないですか。お、確かに。でもっともっとバーチャルを活用して何かやりたいっていう、例えば CM 作りたいだったりとか、テレビ番組を作りたいだったりとか、ネット番組を作りたいって人たちももっともっと出てくると思うんで、そうすると多分バーチャル YouTuber っていう市場も多分いろいろなところに活用例が増えて広がっていくんじゃないかっていうのは、はい、思うわけです。いや、いい話。そして乗っかりたい。ぜひ乗っかりたい。ぜひイケボ男子で。どうやって、例えば僕作りたいですって広田さんにお願いしたら、はい、作ってくれるもんなんですか。実は最近、はい、無料でこう作れるツールみたいなすげえ充実してて、なんか俺宗教の勧誘みたいな話になってます。いくらいくらいくらで、ツボツボみたいな、ね、無料なんですか、買うと無料なんですか。いくつ買えばいいですか。なちょまずちょそういう話じゃない、そういう話じゃない、ごめんなさい。普通にフリーのそうフリーのソフトがありまして、ドワンゴさんでしたっけ。そうです、そうです、ドワンゴさんが出してる、はい、V カツとか、はい、ドワンゴさんといろんな会社がこうコラボしてて、 V カツとか、バーチャルキャストじゃない、なんだっけ、なんたらキャスト、カスタムキャスト、カスタムキャスト、カスタムキャストとか、はい、入れてた。あとピクシブさんも、はい、V ロイドスタジオっていうのが出してて、それはなんかイラスト描くような感覚で 3D キャラが作れたりとか、結構無料でいろいろできちゃうんですよ。おー、そうなんです。だから意外とまあテンプレみたいなのはもちろんあって、はい、そのテンプレっぽくにはなっちゃうんですけど、うん、でも作ること自体は全然できる。あ、なるほど。多分この市場をもっと広がっていくに従って、はい、ゲームのキャラカスタマイズのやつとかあるじゃないですか、あれをじゃあアバター用にちょっと出そうかみたいな話とかももっと増えていくと思うんで、はい、そうするといろいろな多分アバター作れるようになるんじゃないかなっていうのは。なるほど。じゃあ本当にどんどん手軽になるんですね。手軽になると思います。あとはセンスか、じゃあ。いやいやいや、でもね、俺が好きなタイプの女の子を作ってもそれが世間に受けなかったら終わりですからね。そうですね、やっぱマーケティングみたいなのが多分あって、はい、こういう子が今求められてるんじゃないかな。あ、でもなんかその話は嫌だな、なんか難しいんですよ。だから、はい、売れたい人はそうすればいいんですよ、はい、でも別に売れたくなくて自分が好きなキャラに自分がなってコミュニケーションしたいっていうんだったら、うんうんうん、別にそういうマーケットとか見る必要は全くないんで。あ、確かに。全然、だからまあ、なんだろう、まあ、どうしたいかですね。そうですよね。でその問いになって僕の回としてはやっぱり僕は広田さんのアバター使うことになるんで、面白さ優先になってくるんで、誰やねんあいつ。違う声が言いながらずっとこうやってこうってやっていくっていう。そうです。大丈夫、神楽さん、なんか他にも何かあれば。どうしようかな。もう終わっちゃうよ、この回。はい、いいな、いいよ。難しい。考えてくれよかった、はい、あ、じゃあもうちょっとだけ考える時間を作っていただくとして、逆にコメントの皆さんは何かあります、はい、聞きたいこと、はい、なかなかこういうの聞けるのはねないと思いますから。女性はどうしてもマーケットとして難しい。あ、まあ、結構、ね、集中しちゃってるから今。確かにね。そうなんですよね。いやでも困ってるの、かわいい、うん、かわいい、かわいい。いや、ほんと今までのキャラクターでできないこのかわいさみたいな雰囲気っていうのがバーチャル YouTuber やっぱあるんですよ。確かに。表情の組み合わせのあやみたいなのが、すごいアニメとかで出てこない、なんでしょ、独特な表情ですよね、やっぱこれって。そうですね、本当に生きてる感ありますよね。麻雀の話して、好きな役は何ですか。麻雀好きな役。麻雀の話します。終わんないですよ。終わらないですよ。そうなんですよね。ちょっと麻雀界でやるべきかなって思うぐらいの、はい、ね、結構いるんですよね。だって麻雀できる VTuber さんも結構います。しかもめちゃくちゃ強い人多いです。あ、そうなんですか、ね、はい、これリアルに生主とこう一緒にやれるといいですよね。そうなんですよね。なんかどうやったらそれが作れるかが全然ちょっと今アイデアはないですけど、この辺に iPad を持って、はい、でリアルの人がそのヘッドホンしながら操作を受けて、はい、こう打つっていうバーチャルのリアル担当みたいな。それは手の人結構プレッシャーでかくないですか。なんで男がやってんだよ、女の子なのに。とか言うの、ここにいるんで後ろの人はみんな見ないんです。黒子なんで。できます。確かに一緒に曲がってできます。あ、じゃあちょっとそういうのでやってみようかな一回。だから実さん結構ほら麻雀やってるじゃないですか。麻雀昔よく生主さん使って、ね、一緒に番組やらせてもらってましたけど、確かにありだな。ぜひ、ね、面白いです。バーチャルリアル麻雀。わかりました。はい。
神楽さん、ごめんね、時間あんま稼げなかったけど。いや全然、本当にすいません、もう何も考えてなくて。でもね、こういうきっかけがあって、はい、まあ、例えばツイッターとかで絡むこともあるだろうし、はいはい、なんかね、また逆にいろんな情報が入ってくることもあると思うし、はい、なのでよかったらですね、まあ、もちろん見てる皆さんも、はい、広田さんパドラの公式ですね、はい、ツイッターだったりとか公式サイトを見ていただいたり、はい、神楽さんの、はい、はい、ツイッターのフォローやチャンネル登録していただきたいと思いつつ、ここの間でもね、仲良くなっていただければ。ぜひぜひ、お願いします。いろいろ VR のことを教えてください。いつも記事見てます。本当ですか？いつも記事見ております。こういう出会いが生まれるのもちょっとこの番組のいいところかなと思いますので、よかったら仲良くしていただければ幸いでございます。さあ、というところでお時間ですか？もうダメですか？わかりました。すいません、ごめんなさい。本当はね、1時間のお約束でお願いしたのに申し訳ないです。いやいや、そんなことないです。はい、エンディングのお時間でございます。はい、さあ、ということでございまして、最後になりましたので、お二人から皆さんにお知らせなども含めて感想を伺えればなと思うんですけど、感想は後でいいのか、まずは告知からいきましょう。はい、じゃあ、広田さんから何かありますか？はい、ちょっと直近の告知はあんまりないんですけど、はい、あのイベントを、バーチャル YouTuber のイベント結構うちでやってるんですよ。はい、さっきのバビ肉の方々を集めたバビ肉ナイトクラブっていう、イベントをやってたりとか、それもまあちょっと次計画してるんで。あ、もう次があると。そうなんです、バビ肉の方々もう本当に目の前にすると、まあ、多分中で男性なんだろうけど可愛いなみたいな体感できると思うので、ぜひ、はい、イベント来ていただければと思います。はい、ありがとうございます。すげえ人気なんです。チケットもう一瞬で売り切れて。マジですか？前回ハロウィンの時にやったんですけど、はい、あの波いるハロウィンのイベントの中で、はい、ツイッターの日本のトレンドの4位まで上がりました。すげえ、すごい、すごいです。東京のトレンドだと2位まで上がったんです。すごい、すごいんですよ、バビ肉ナイトクラブが。じゃあ次あれじゃないですか、ある程度箱を大きくしないと。でも どれくらいかちょっと分かんないですけど。そうですね、まあ、あと参加してくださる皆さん次第というところもありますので、ぜひ皆さん、じゃあ要チェックでございます。はい、よろしくお願いします。さあ、じゃあ続いて何かありますか？はい、私ですか？はい、あ、ですね、あのゲームのエレメンタルストーリーというスマホアプリ の、あのそちらのなんか VTuber 応援キャンペーンみたいなやつに私参加することになりまして、今後ライブ放送でやっていく予定がございます。でもしその中であの優勝したら、なんとそのエレストにキャラクターが。そう、あ、もう始まってるんだ。そうなんです。あ、そういうの。なのでちょっと頑張りたいんで、よかったらお願いします。じゃあちょっと俺も広田さんで参戦しようじゃん。エレメンタルストーリーに広田さんが出せるわけですよ。誰やねん、あいつ。ちょっと頑張って、ちょっと今バタバタして全然配信とかできてなくて申し訳ないんですけど、まあまあね、落ち着いたら、はい、ぜひね、あのライブ放送をやっていきますので、よかったらチャンネル登録とツイッターのフォローお願いします。はい、以上です。はい、ということでございます。改めてでございますけれども、ぜひね、お二方のツイッターのフォローであったりとか、チャンネルであればチャンネルの登録であったりとか、あとはニュースサイト定期的にチェックしていただいたりとか、すべての、フォローしていただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで最後の最後に本当に感想ですね。はい、はい、今締め落としちゃった。はい、いかんな。じゃあ感想を、じゃあ続いては神楽さんが行きましょうか。私ですね。はい、ごめんなさい、広田さん振っちゃったけど。いや、もうなんかすごい方とちょっと対談できて、本当になんか緊張したんですけども、とても楽しいトークできて、はい、本当にこの番組出てよかったなって思ってます。ありがとうございました。本当にありがとうございます。皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。こういうとこ。では続いて、とても楽しかったです。いや、もうあのね、ヒゲさんがやっぱすごいと思うんですよ。なんかあのニコニコの初期からそのやっぱり番組作ってって、はい、今までこうずっとやっぱりゲーム実況のシーンを引っ張ってきてるっていう、はい、なかなかこういう人いないなっていうのは。いやいや、それはもうお互い様じゃないですか。あの俺一回ほらニコニコじゃない VR の方にしちゃったんで。いやいや、それですよ。YouTube 行ってますから今。あの、そうですね。でもまあいろいろとなんか、でも正直僕気持ち悪い言い方するんですけど、あの広田さんすごい僕心強いんですよ。なんか昔から一緒に走ってくれてる人がいるっていうのは、はい、なんで、まあ、それに負けないように俺も頑張ろうっていうあのライバル心もありますし。いや、本当ヒゲさんが唯一無二だと思いますよ、なかなか。いやいやいや、どんな実況者と絡ませてもちゃんとできる。オールマイティーに言える。本当に汗が止まらない。
でもそう言っていただけるのは嬉しいでございます。なんでちょっとまた懲りずにですね、また出ていただければと、お二方ともね、出ていただければ、ご協力いただけましたらよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さあということでございまして、本日のゲストでございます、広瀬さん、神楽さん、改めてお二人に大きな拍手ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。